このビデオではカーテンウォールの平面図表現ツールの機能拡張についてご説明します。Archicad22 では全てのビューポイントでカーテンウォールの詳細レベルとそのコンポーネントをビューに基づいてコントロールすることが可能です。これはモデル表示オプションダイアログの新しいオプションとカーテンウォール構成要素の改良された GDL オブジェクトによって実現しました。 モデル表示オプションダイアログにはカーテンウォールコンポーネントの詳細レベルを制御する新しいカーテンウォールオプションパネルがありますパネルの左側にはフレームパネル接合部と付属品に個別のチェックボックスがあります対応するチェックボックスをオンまたはオフにすることにより これらの4つのカーテンウォール構造要素タイプをそれぞれ表示または非表示にすることができますさらにパネルの中央にあるボタンを使用してこれらの構造要素タイプごとに様々な詳細レベルを設定することができますすべてのコンポーネントには詳細・簡略およびスキームの3つの詳細レベルがあり選択に応じて表示される詳細が異なります フレームには新鮮のみと呼ばれる追加の詳細レベルがあり、これはフレームの軸のみを表示します。パネルの右側にあるプレビューウィンドウでは、構造要素の様々な詳細レベルの設定による結果を予測できる簡略化された 2D と 3D 表現が表示されます。各構造要素タイプは詳細レベルのいずれかに個別に設定することができます。これらの設定は、 モデル表示オプションの一部であるため保存されたビューにはこれらの設定が保存されていますこのためビュー依存のカーテンウォール表現はすべてのビューポイントタイプで実行できますカーテンウォール構造要素に使用される GDL オブジェクトにはこれらの新しい機能が組み込まれており GDL オブジェクトの 3D 詳細レベルパラメーターにより 詳細レベルを MVO に依存に制御するか、構成要素インスタンスごとに個別の詳細レベルを設定することができます。標準フレームと標準パネルには 3D 詳細レベルパラメータが含まれていないため、詳細レベルは常にモデル表示オプション設定で制御されます。各構成要素タイプに使用する GDL オブジェクトを選択するときは、 これを考慮する必要があります。カーテンウォールの平面図表現のもう一つの強化機能は、新しい投影モードを取り込んだことです。カーテンウォール設定ダイアログのカーテンウォールシステムページで、平面図と断面図パネルを有効にします。シンボルとシンボルと上部線平面図表示オプションは、 より広い範囲のオプションを備える、新しい投影モードフィールドに置き換えられました。投影モードフィールドをクリックすると、ポップアップダイアログで、上部構成要素、切断構成要素、および投影構成要素ごとに投影設定が表示されます。 これらの3つの構成要素タイプはシンボルまたは投影線のいずれかに設定できます。さらに切断構成要素には投影線とシンボルパネルという3番目のオプションがあります。このオプションは切断フレームを投影として表示し、切断パネルはシンボル表現で表示されます。これらの拡張機能に加えて、 新しい表示オプションがカーテンウォールの編集ツールボックスに組み込まれました平面図から編集モードに移るとカーテンウォールにはデフォルトで平面図シンボルビューオプションが使用され設定ダイアログの設定に基づいてカーテンウォールが表示されます編集ツールボックス投影上図面と シンボル上図面上部にある各ラジオボタンを使用して有効にできる2つの追加ビューオプションがあります。これらのオプションを使用すると編集モード中にカーテンウォールの編集結果がより正確にわかります。こうした新しい拡張機能によりカーテンウォールの表現とドキュメントの質が向上しています。a r c ケ i a d 2 2の他のカーテンウォール新機能については プレイリストの他のクリップをご覧ください。